ありがとうございます。ということで、今日も懲りずにパスタやっていきます。ということで、今日は最近、最近でもないけど毎日のようにあのシェフのご飯とか作ってるんですけど、そのシェフのまかないみたいなのを作るときに結構役に立つあの万能なあのパスタのソースを今日は紹介します。これはマジで覚えておいた方がいい。まあ多分ちょいちょい出てるんですけど、まあそのバターソース、バターベースのソースの、パスタのソースの作り方を今日はやっていきます。じゃあ今日も、材料紹介していくんですけど、まあ、まずキノコ、これは適当にしめじと平茸と舞茸、まあ、これは別に何でもいいです。他の種類のキノコでも全然大丈夫で、今日バターベースなんでバターとパルミジャーノレジャーノと、今日はブラックペッパー、これ使っていきます。で、前回も使ったんですけど、このくるみを今日はちょっと粗く砕いたのを上に最後、散らして使っていきます。で、くるみは、まあ、木の実ってこれキノコとかも山にあるし、これも山にあるじゃないですか。そのなってるところが近いと相性がいいっていうのも結構料理であったりするんで、まあ、もちろんこれくるみとキノコ合うし、このチーズも合うしっていう感じで、まあ、なんか自分で組み合わせようと思った時にそういう考え方も、してみると、まあ、材料は何かに合わせようと思った時、簡単だったりします。で、まあ、今日はこのキノコを最初にオリーブオイルで焼き目しっかりつけてから、そこに白ワインを入れて、で最後バターでこうつないでいくようなソースにしていきます。なんで最初オリーブオイルやって、で、まあ、こんな感じでオリーブオイル温めたらキノコ、まあ、これは普通にそのまんま軽くほぐして、でこれ焼き目つくように炒めていきます。最初やり忘れたんですけど、軽く塩やって、このキノコからどんどん水分出していくような感じ。こんな感じで色ついてきたら、ここに白ワインで、ある程度もう水分飛んだら、ここに出して、まあこれこのままあのキノコこのままであのパスタにしたかったら別にあのやらなくていいんですけど、ここに出してこれ軽く刻みます。で、まあ刻んだ方がパスタにした時、まあちょっと食べやすいっていうのもあるんですけど、まあ粗く刻んであげて、まあ、ほんとざっくりでいいです。で、これ最初にこの刻んだ状態から炒めると、まあ縮んだりして、その最後ソースにした時に思ったような、サイズ感にならないっていうのと、色をつけにくいっていうのも、まあ、キノコの中に水分がとどまらないっていうのもあって、まあ、最初には刻まないです、基本的には。で、これこっちに戻してあげて、で、ここにちょっと水分足して、で、バターでこうちょっと乳化させるような感じにして、で、最後パスタと和えるみたいなイメージで、ちょっとパルミジャーノも足すっていう感じ。まあ、こっちソースもすぐできるんで、この状態まで来たら、そしたらこっちでパスタ茹でておきます。そしたらこっちソース作っていきます。じゃあまず茹で汁、ここに、まあ、大体ひたひたになるくらいまで入れて、で、これちょっと沸かしていきます。もうソースここまで来たら本当ポンポンポンのポンポンポンで終わるんです。めちゃめちゃ楽で、パスタ茹で上がったらもうここに入れて和えて完成。まあ、大体こんくらいちょっと沸いてるくらいで、水分残ってる状態でこのバターを入れていきます。まあ、大体 30g くらいで、ポコポコしてるところで乳化させていく感じで、さっきバター入れて炒めなかったのは、このバターの香りが、まあ、好みによるんですけど、焦がしバターになっちゃうとちょっと香りが変わってきちゃうんで、イメージの中と。ということで、
今はこのノーマルの状態をこの水分とかに入れて、バターソースを作るっていう。でこんな感じで結構とろみつく感じになるんですよ。わかるかな、ちょっととろみついてるような感じで、したらここに、パルミジャーノ削って入れていきます。だいたいつながるくらいでいいんで、でしたらこっちも消して、あ、このパルミジャーノが溶けてつながればいいっていう感じ。したらこんな感じでとろみついて、あ、ちょっと線が引けるくらいとろみがついてる感じになったら、もうこれでソースは完成なんで、パスタが茹で上がったらここに入れて終わりと。めちゃめちゃ簡単でしょ。でもしこの状態でちょっと酸味もうちょっと欲しいとかなったら、ケイパーのビネガーとか入れてもいいし、もしアルコールの香りが欲しかったら、ほんのちょっとだけワイン入れたりとかしてもめちゃめちゃ美味しくなる。じゃということで、こっちに、パスタ入れていきます。まあ、ここで一旦味見てあげて、大丈夫だったらそのまま盛り付け、もしこの水分量が足んないなと思ったら、茹で汁をちょっと足してあげて、まあ完成みたいなイメージでやると、まあ、とりあえずこれめちゃめちゃ簡単なのに、すげえうまいのできるから超おすすめ。じゃあこれ盛り付けていきます。じゃあ盛り付けはまあ結構シンプルに縦型でいこうかなと思います。で最後ここにくるみ、最初にちょっと砕いたやつのっけてあげて、でもお決まりのパルミジャーノ、やって、最後ブラックペッパー。ブラックペッパー結構パンチ効かせると美味しくなるんで、じゃあこんな感じで今日完成。これ、じゃあこれちょっといただきたいと思います。だけど本当にうまい。もう見るからにうまそうでしょこれ。まあこれバターと、まあ、白ワインなくても全然できるんで、まあバターと、うん、水、茹で汁あれば全然できるんで、ぜひ試してみてください。ということで、インスタグラム、ツイッター、TikTok、YouTube お願いします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイ。